汗垢油っていわれる NMF ってナチュラルモイスチャーファクターってあるんですけれども、それと同じですね。違いにもうダメだって決めつけるもんじゃなくて、やっぱそこも活用して、そうですそうですそうです、自分の働く力を働く力ね、皮膚の常在菌が結局皮膚を守ってるから、全部完全に除菌しちゃうとかえって悪いんですよね。だからだいぶ口がきれいにしちゃってもダメってことですよね。しすぎる、しすぎる、きれいっていうか、その、だから何でも適度なんですよね。よくね、お塩だからよく知ってもらって、よく見てもらって、自分に合ったスタイルでケアをしていくのが一番いいんだと思うんですよ。日本ってロサキが6万何千あるんですよね、はい、普通の新興国とか発展途上国ってのは会社がないですよね。そうですね、あの人たちは虫歯とかどうしても、はい、日本はですね、ちゃんと予防のシステムで非常に充実して、国がそういうね、ちゃんとあの行政の方もそういうような負担をしてくださってっていうスタイルはもともと備わってるんですね。その代わりもあの経験がある方はあの知ってると思いますけど、アメリカとか非常に治療費高いですよね。ちょっと骨折したりしてても何十分とすればね、ちょっと入ると思うんだけどっていう、向こうは治療は自分でちゃんと自分にあったんだから自分で責任を取りなさいと、その代わり予防の時には自分たちが助けてあげるよっていうそのスタイルが、先進国のね、日本もぜひ私はやっぱそういう部分でこう予防に対してのこうね、ぜひそういうシステム入ればいいなとこう願ってるんですよね。本当にそうですけれども、うん、こうね、一緒ですよね、うん、そういうですよね、ヘアのご自身を守るためのヘアに、うん、ぜひってもう夢ですよね、うん、もうそういうスタイルがあると、うん、皆さんもっともっと自分が病気になる前に、うん、私はずっと長年、ね、うん、自分が健康にいられるための予防がこうできるようなあの医院さんであり、そういうケアができるところあったらもう行きたいし、うん、そういうところがあるといいなと思って、健康でいられるためにはどうすればいいのかってやっぱり皆さんに知ってほしいですし、そういうねことをご指導いただいてケアをしてくれるところ、私はちょっとあの求めています。はい、お待ちしています。だから本当に多分日本のシステムなんでしょうね。アーユルヴェーダなんかも予防のためにどんどん発達して、だから予防だから逆に取り入れられないっていうのがあるのかもしれないですね。要するに解毒させるっていう、毒素を出すっていうところから入ってますよね。そうですね。そこからですね。解毒しますからね。だから私たちがやろうとしているそのこと自体もやはり予防医学っていうことで、なかなか本当に意識の高い方にしかまだ受け入れていただけない分野かもしれません。皆さん本当に具合が悪くなって肌が何かトラブルがあって初めて皮膚科に行くとか、そういう歯医者さんと同じですよね。あれさ、今美容だとやっぱりその綺麗になりたいっていうのはね、別にその年齢関係なく、その小学生の子でも化粧する子とかっているじゃないですか、あれやっぱり良くないんですよね、肌にためにはね、そういうのをお母さんたちとかは知ってて、普段から家でね教えてるんだったらあれですけど、ついつい友達との流れやっちゃって、それでおかしくなって皮膚の炎症するとかね、またニキビが出てくる世代になったら、またそこで大変なことになると思うと、あの子たちはお化粧して綺麗になることはすごく好きなんですよ、でも顔を洗わないんですよ、洗わないんですよ。だからそのままになってたりするので、私はもう娘にそういうことをすごく言ってるので、お化粧どうしてもやっぱり、ね、そういう年齢になるとやりたいんですよね。だからアイシャドウをつけるにしても、アイシャドウをつけるんだったらちゃんとパウダーをつけて、あのシャドウそのまま色が残らないようにしなさいとか、で必ずお化粧したときはクレンジングで1回落として、油汚れは油じゃないと取れないので、クレンジングをして洗顔本はちゃんと使いなさいっていうことは教えてますね。お友達にも言いなさいって。